さあどうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターのニュース動画やっていきましょうか。で今日なんですが、なんと公式さんから素晴らしい続報が来ておりました。まずはそちらを紹介していきましょうか。で皆さんに共有していきたいわけですが、こちらすでにですね、皆さんご存知かもしれません。すいません、ちょっと共有遅くなってしまいました。任天堂スイッチはモンスターハンターアライズサンブレイクセーブデータのサイズ増加およびエラーの回避方法について、こちらに関する続報がようやくやってきましたというところですね。いやーこれは素晴らしい。公式さん本当にありがとうございました。でセーブデータのサイズが大きい場合、セーブ時やロード画面へ移行時などにエラーが発生してゲームが終了する症状について、バージョン 11.0.2 これっていうのが前回のアップデートでございます。で現在ギルドカード自慢の外連性装備に怪異強化済みの防具を設定したことがある場合、セーブデータのサイズが増加することが判明いたしました。これすごいっすよね。なんかどういったロジックなのかっていうところが気になりますが、まあ事実としてまあこういった仕様に今までなっていたということが判明いたしました。これなんかかなり意外性が高いですよね。まあ今回続報で初めて知ったんですが、そうなんだ。でセーブデータのサイズ増加っていうところで、こちらを防がないとまたまた、まあ、強制終了してしまったりであったりとか、まあ、正常に起動することができなくなってしまっていることですね。なのでこれを防がないといけないということがこちらに記載がございまして、まあ、設定済みの防具をすべて怪異連性ステータスが強化されていない防具に設定し直していただくようお願いいたしますって書かれてますね。まあ逆に言うとこれをすることによってどうやら防ぐことができるみたい。なるほどね。で一度でも怪異強化後の防具を自慢の怪異連性装備に登録した方はご対応お願いいたしますと書かれております。まあこれね結構登録されてる方多いんじゃないかな。逆にこれ知らないとやばいっすよね。なるほど。まあ言ってもこれ登録されてる方が大半じゃないか。大丈夫なんかな。まあとりあえずそういったところでこのようなまあ防止策というか防ぐ方法がございますので、ぜひ覚えておいてくださいっていうところと、まあそもそも今の状況では、まあ、自慢の怪異連性装備に登録しない方がいいっていうことが、まあ、公式さんからのこちらの続報で明らかになりました。ただ本症状の修正に向けて継続して調査対応中ですって書かれておりますね。まあ多分そのままの意味だと思うんですが、でお客様にはご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。いやこちらこそいつもありがとうございますって感じですね。いやけどまさかの展開ですね。なんか噂ベースではあるんだけど、なんかギルドカードをもらいすぎたから、まあ、このような現象が起こってしまうみたいな感じで聞いていたんですが、ただまあギルドカードも確かに絡んではいるんだけど、まあその中でまあ自慢の怪異連性装備か、まあ、こちらが関係していたっていうことですね。まあ、こちらが本質となっております。で下の方に注釈があるんだけど、こちらも重要ですね。今かなり話題になっている不正改造データ、まあ、これっていうのはいわゆる改造クエスト、こちらを指しているわけなんだけど、でこちら別途ですね公式さんが案内してくださっているわけですけど、そちらとの関連性っていうところは今のところはなくて、でなんかツイッターとか見てると結構ねごっちゃにしてる人がいるので、多分そういったごっちゃにしてる方が多いので、多分わざわざこういった形で注釈が設けられているんじゃないかなと思いました。ただどちらにせよこれすごく重要な内容となっておりますので、各自でもご確認お願いいたします。で下の方にもあるんですけど、不正なクエストの所持がセーブデータへの影響を及ぼす可能性は現時点では確認されておりません。ここで重要になってくるのが、現時点では確認されておりませんじゃなくて、可能性はって書かれているので、アバウトの部分も確認されていないっていうところですね。なのでまあここについてはまあありがたいっちゃありがたいのかな。これはちょっと日本語が難しいところではございますが、まあ少なくとも改造クエストによる、まあ、ネガティブな、まあ、そういった現象っていうのはこのサンブレイクにおいては発生しない可能性が高いっていうことか。あくまでこれもね本当に可能性の問題なので、まあ、参考程度に受け取っていただければと思います。でその前の情報としましては、こちらもですね以前動画で紹介させていただきました。でこちらがまず第一報としてやってきたんですよね。
モンスターハンターライズサンブレイク、エラーが発生してゲームが終了する症状に関するお詫びとお知らせですので、まあ、さっきの続報ありましたよね。あれをやっていただかないとエラーが発生してでゲームが強制終了してしまうっていう症状が起きてしまうんですよ。でこの症状っていうのがとても重要で、セーブができなくなってしまうだけじゃなくてセーブデータが破損する可能性があるんですよね。なのでああいった形でわざわざ公式さんが情報をね出してくださってるっていう状況になってます。いやセーブデータ破損ってやばいっすよね。ただまあ、状況を見た感じだと多分一度破損してしまうと復旧することはこれできないんじゃないかな。まあその復旧方法については Q&A 見させていただいたんですけど、特に記載がなかったのでまあ可能性は厳しいところがあるのかなっていうところです。なのでまあ早急にですねこちら防がないといけないので、まあ、こちらぜひ対応お願いしますというお話になりますね。はい、ってことで公式さんからの続報に関しては以上でございます。で最後になりますが、これについて皆さん思うことがございましたらぜひコメント欄にコメントお願いいたします。まあ改造クエストについては、まあ、一段落ついたってわけじゃないんだけど、まあ、少なくともセーブデータへは影響を及ぼさない可能性が高そうですので、まあ一見落着ではないけどまあ安心ですよねっていう話。ただそれ以上にですねこのセーブデータのサイズ増加っていうのが今緊急性があるのかな、まあ、緊急性がある状況ですのでこちらぜひね覚えておいてくださいというお話ですね。はい、まあ、もしかすると明日ですね実はカプコンさんの公式生放送があるんですよ。皆さん知ってますか、覚えてますか。実は明日の23時から15日の23時から公式生放送がございます。でそこでですねモンスターハンターライズサンブレイク無料タイトルアップデート第2弾の情報がようやく明らかになります。まあ、エスピナス足の情報とかは以前から出ているわけなんだけどそれとは別にようやく希少種になるのかな、あれはちょっとまだわからないんだけどなんかシルエットが黒になってるやつがあったと思うんですよ。あれがようやく明らかになるということみたいですね。でアップデート日に関しましても明日おそらく発表があるものと思われます。もし何かしらのトピックスがございましたらこちらのチャンネルで共有させていただきます。ですのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ただ現時点ではですね明日の発表を待ってみないとわからないので、まあ、とりあえず待っておきましょうというお話で、あとは今回続報の続報が明日の生放送であるかもしれないんでそこもですねしっかりと情報を追っていきたいと思ってます。では今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたらぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。